勝利の女神、そう、まあ、新勝利の女神ですか、になるんじゃないかっていうんで、語が気になる。あ、語がやっぱ線気になりますか。どういった線ですか。ふっかりしてますね。もうロックもつながってるけど、濃い、濃いめの細め、濃いめの細め、なんかラーメン屋みたいな。前半戦2レースすごい調子良かった。3人でやったんですね。そうです、調子良かったんですよね。で、ちょっとまあパワースポット襲来ということで、はいはい、2連敗帰ってもらいますね。本当に。一択の二択というわけで、これ泣いても笑っても最後なんで、はい、あの姫には帰っていただきました。真面目にやろうと、全然いらんかったっていうね。石が死んでるって言われてもしょうがない、これちょっと困っちゃうな。で、あとの我々の残りが、80万ぐらいありましたよね。使い合わせで84万9000円だったんで、まあ、ちょっと減らした感じですね、はいはい、こっからですわ。いくら84万円スタートか、減らしてないのか。じゃあもう何もしてなかったっていう、だからいろいろな情報が入ってきたっていうね。線があり、石は生きてるだの、なんだの。で、競輪の知識も蓄えて、でついにその全ての情報を手に入れた我々が最終決戦ですよ。すごいよな、なんかそのテントの線を見て、はい、あの決めたって言って、はい、林先生とほぼ同じ回答。おめえ嘘つけよ。とんでもね、インチキすいません、本当先生、本当にだからはもうガチッと、そうですね、でもなんか新たなね、経理の見方ができて楽しかったけど、嘘嘘嘘ダメなんです、影響されちゃダメなんです、仕事来なくなっちゃいますね。そうそう、一気に、はい、番組終わっちゃうんで。そうそう、しかも外してましたね。当たってるな、私も。というわけで、はい、ここから最後、本当最後です、我々の2択、うん、10レースと11レースを買ってフィニッシュと、はい、いやあとだからこれを100万にしないといけないということなんですが、うん、なんか11レースが11レースが勝負レースかなとは思ってます。今からするのが10レース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 でちょっと分身を増やして、うん、だからここで100万円ぐらいにしとくと倍に増やせばいい。わー、うわそうですね。この3人では今無敵、無敗の3人なんで、いやそうなんですよ、僕らは本当に最強の3人なんで、僕らすべての責任はあいつになしつけましょう。多分ビクともしないんで、多少のディスは確かに、もう何でもないんでね。元気に帰ってきましたもんね。あ、疲れましたって言って元気そうに。しかも見ました、帰り。え、なんすか。コーヒー2つ持ってましたよ。うわー、ずぶとい。たくましいなって思いながら。たくましいっすね。11レースは結構自信がありそうな感じはしたんですが、10レースはどうなんでしょうか。はい、10レースはもう本当混戦で、どっからでも売れてる感じでしたね。もうオッズ見たら、うん、どこもいい配当だなって思いました。じゃあチャンスでもある、はい、そうですね。当てることさえできれば。そう、はい、だから先生、絞らずに当てに行きましょう。はい、当てに、はい、はい、じゃあちょっと少し広めで行きたいと思います。はい、はい、10レースです。ここは、3分戦、3番先頭の、中部近畿、1番7番1番の近藤選手に7番の、佐藤選手、南関東2社、4番2番5番4番の高橋選手、2番の池田選手、5番の、中川選手、関東3社。ここ3番の、ね、選手が前受け多くて、本当前引いてドカーンってする、うん、まくりかましが好きな選手です。まあ、4番2番が抑えて、1番の近藤選手がその動いた上を叩いて先行体制、4番の高橋選手は本当ね、位置取りできる上手い選手ですから、中段中段回ってここ一気にかましてしまったとしても、ちょっと踏み合いを4番の高橋選手が最後に捉える、スピードある選手です、非常に器用で。4番の、高橋選手、3者ですからこれ、ね、後ろ引いても4番手っていうところでやっぱ有利かなって。なるほど。はい、
1番の選手も強いですけども4番の方が組み立てはうまい、また後ろ2人ってことで、4番から好位取ってまくっていくレースになるかなと思います。4番の頭からか、もしくは3番、非常にスピードある選手です。一気にまくってしまうこともあるかもしれないですね。3番の頭が穴、4番の高橋選手が軸ですけども、そんなに4番からも売れてないので、もう全部力は前の力は互角なので、どのラインからも狙えるんですけども、自分は4番のところからちょっと多めに狙いたいなという予想ですね。もう下は多分すごい大穴なんで、はい、少なくてもいいかな、ちょっと減らしてもいいかなとはちょっと自分個人的には思いますけど、3番の選手は、初手前から、引いて爆発的なパワーあるんで、やっぱり3番の頭も入れたいなというところもあります、はいはいはい、ただ3社の高橋選手、組み立てうまい選手が軸になる4番から筋違いですね。2番の池田選手って足ある選手なんですけども、番手線が非常に脆くて、多分すごい売れると思うんですけども、そこそこ売れると思うんですけども、自分的にはいつも個人的には池田選手の番手線、2番の番手線の時は買いません。もう流れ込んで刺すだけで1着とかあるかもしれないですけども、やっぱ不安がある選手はね、いつも買わないようにはしてるんで、はいはいはい、ボックス買いとかどうですか今回、例えば1、3、4、6とか。ボックスでももうなんか順序はちょっと入れ替わりそうなんで、結構、はい、なんか絞るよりはボックスでもいいかなとは思います。なので佐藤選手はどうですか。佐藤選手はもう暴れすぎちゃうんですよ。もういつもね、人の後ろでブロックとか仕事しすぎちゃって、足いっぱいになっちゃって前を抜けないとか。なるほど、一着はちょっと厳しい。頑張りすぎて。そうなんですよ、結構自己的要素も含む選手なんですよ。落っことしちゃったりも、そういうこともまあまあある選手なんで結構怖いんすごい選手やな、はい、ここは皆さんファンの方もね、知ってる方多いんですけど、はい、7番の選手はアグレッシブです、はい、これは、4番はうまく立ち回って3連隊は外さないような気がしますけどね、はいはい、ですよね。じゃあその他の2社はどこなんだって話ですよね。売れてるのがでも今、10レース出ましたけれども、あれほんまや、17と42が売れてるんですね。1頭の方が人気ですね、どっちかっていうと。そうですね、だから4からね、広かフォーメーションとかで買っても結構いい配当つくんで、はいはい、もう4から買えば4だけ応援すればね、楽しめるかなと。ちなみに3番の方、はい、僕と名前全く一緒の大地ですね。もうちょっと外しましょうそれ。珍しい、だいたい地面の地の大地なんですけど、あっちの大地珍しいですよね。大地に、はい、なんなら俺の本名と一緒、違う、友則で友、あの感じですから。これそういうの外しますか、やめましょう。逆に100円だったらいいですよ、二択の全てを。最後の最後にその二択、買うか買わないで、買わないで。やっぱ17ラインがどうしても気になるんですよね。その7の選手が暴れるとはいえ、うん、そうですね、暴れてくれることによって、はい、この中段を確保して4が来た時にこういうことするんですよ、はい、バーンってやっつけて、はい、で17についてって前を抜けない17ってのはやっぱあるんですよ、はい、あと17が行く、4がまくっていく、2番が横弱いんで、2番をどかしてなんかこの14とかになる可能性もあるとかね、いうところの狙い目を自分は4から13とか入れたんですよね。あ、なるほど、はい、4から13ですね。多分先生の予想でないところは、要は17を切っていいのかっていうことですね。17は、全然あるんですけど、ただ売れすぎてるかな、安いですよね、はい、やめたんですよね。17ってきたら先生、はい、3着どこ。自分はもうしぶとい4ですね、まあ、諦めない、もう本当にしつこいレースする4と、まあちょっと3点、3社4社3社だ選ぶとしたら、4が結構な確率ですけど、4、3、2ですかね。自分だったら3つ入れるとしたら、を加えるのはどうですか。あ、いいんじゃないですか。で、3のやつはもうなしですか。なし、それを消して、17の2、3、4を加えるっていうの、はいはい、1万円ずつですか。はいはい、各1万、各、あ、いや、
一番だから5000ずつ買う。各5000。はい。ああそうですね。3頭が来たら100倍ぐらいか。大地。大地。目の前に大地がいるのに。大丈夫。何言ってんだよ。勝つ大地はここだろ。こっちじゃねえよ。何言ってんの。負ける大地と勝つ大地当たり前じゃねえか。俺のが俺の大地の方が上ってことですか。当たり前やんか。大地切ります。勝つ大地は、はい、鈴木大地か寺井大地。鈴木大地か寺井大地か2人しかいないんですか。鈴木大地ご存知。教えていただいてもいいですか。あ、バサロね。バサロ。え、バサロ。バサロ。バサロ。戦国バサロ。背泳ぎ、背泳ぎ、背泳ぎ、背泳ぎ。あー、金メダル、鈴木大地。え、同じ大地ですか。あ、違います。あ、違うんだ。あかんやん、じゃあ。どうですか。いや、行きましょう、これで。はい。まあ、まあ、決戦じゃないんで、これ。最後の決戦じゃないんで。全然、全然。各5000で。はい。3、やっぱり3、4来たら激アツですね。そうなんですよ。今、オッズ見てたんですけど、はい、100万いく目が結構ありましたね。3、4、7とか160倍ぐらい待ったんですね。あの結構広めに買ってるんで分かってないでしょ、はい、これ。あ、多分ゴールしても一瞬分からないと思います。うん、これどうなんやっていう。とりあえず4ですね。4を応援しましょう。はい、まず4来ないと。次のレースはもうね、ドン3番応援すればいいだけだけど、はい、水色の4番ですね。3番が、狙った通りですね。前取って引いてドカーンが好きなんで。俺の大地が前に行きまして、この3番はもう本当前取った時に一番威力を増す一発です。大地予定通りだそうです。なんか全然勝ってないけど大地に頑張ってほしい気持ち。結局3入れなかったんですもんね。そうなんですよ、勝ってないんで。じゃあ前取れない方が良かったですね。だから前取れちゃった。ちょっとあの今回はお休みしていただいて、はい、そうですね、次回以降から頑張っていただく感じで、はい、こっから2周から勝負ですからね。はい。あ、動きた。なんかほんまに4番いいんじゃないですか。ほんまに言うてた通り、うん、4番でもがき合いになるから。あ、大地が大地がぐんぐん行って、大地生かしてからの。もう疲れるよこんな一気に参ったら。3番はちょっと、あれ、 どうしました。いや、3番来ないです。ですよね。垂れます。なんかだいぶぶちぎってるように見えるんですけど。えらいちぎってます。いやいやいや、ここから大丈夫ですか。ここから抜けます。大丈夫です。あ、詰まってきた。 おーって大丈夫ですか。あれ3番、いや来ますよ。17、あの4来てますね。4来てますね。4来るんじゃないですか。4来てますよ。4来るけど、4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 
6は入れれないっす。あ、すごい元気なくなった急に。そうですよね、36のライン。あ、落ち込んじゃった先生急に。すいません、6の昨日のレース見たらめちゃくちゃ足なかったんで。いやー、よかった第一カバンで全然やった。危ない危ない。いやー、なかなか面白いレースやったけど、うん、金はどんどん減ってくな。競輪おもろなってきたけどもう全然増えへん。あと僕らいくらですか。こう18万減りましたね。あ、でもまだ60万以上のパワーは残されてるわけ。だからこれ3倍にすればいいです。はいはいはい、単純に単純に3倍に。確かに、はい、3倍って考えたら全然いけますよね。いけますよ、だって11があれなんですもん。そう、このためになんか変な人来たりちょっと外してきたり、いろいろドラマがあったわけで、ここの外した、ここ10レース外したことで、はい、やっと井上のトラウマ払拭できました。これで綺麗さっぱり、やっとな、綺麗やっとか、だいぶ引きずったな。さて、はい、こっからですね、我々の。いや、もう泣いても笑っても最後です。大金をぶち込む勝負レース、はい、そうですね、任せてください、ここは。うわ、力強い。だったらもう自ら言ってくれてもいいんですよ、俺が1位取ってくるっつって。俺に全ベットしろって。8位自ら8位急に。
はい、ここはもうね、先行めちゃくちゃ強い。ほう。マリオカートでいうドンキーコング。すげえ。体型も人柄も優しいね、はい、ドンキーコング。はい。後ろ攻めでも何でももう残り2周でもいけちゃう。一気に先行体勢に入る。ほう。一番の松岡選手が、昨日非常に強いレースしましたけども、はい、ここが3番相手にもう着度返しの先行争いを挑まない限りは、はい、3番はレンガ飴はほぼほぼ硬いと思います。ほう。1番の松岡選手そんな暴走する必要もないんで、ここ、はいはいはい、後ろも6番の点数ない、ね、格上の先輩とかだと頑張るかもしれないですけど、抵抗してこないと思います、はい、3番は長い距離踏める、出てしまったら止まらない。お、止まったらどうしよう大丈夫、はい、いきます、3番は、はい、で5番は位置を狙える横のできる選手です、はい、7番のところもしかしたら踏んで踏んで邪魔しに行く可能性もあります、はい、この選手自分も何度も走ったんですけど横強いです。へー。3番が逃げたところを7番のこと邪魔してどかしてとかもつれたりした場合には3-7で決まらないと思いますけど、はい、まあ、3は残ると思います、はいはいはい、ただこの5番が7番を邪魔して前が強すぎちゃって離れちゃって1番が最後にパーンとはまっちゃった時には、今見たら3-1-3が満車券多かったんで、はい、そこはちょっと抑えておきたいなと思いますけ ど、基本はもう3が出たら誰もまくれないと思います。ほー。1番と3番が喧嘩しない限り3番が出たらまくれないです。昨日野口選手その S 級の、はい、7-7-4-10その49名参加している中の、はい、トップ7の上位のレースで逃げ切ってます。すごい。ここはちょっとメンバー落ちますから、はいはいはい、まあ1番の抵抗なければ間違いなく逃げます。ただここ粘った時に5が取り切ってちょ2着はね5番、2番とか1番という目もあると思うので、うん、ここはね、まあ、自分が狙い目出しますけど、なんか思い当たるところとかいいなと思ったところに乗ってもらわないと、3-7が売れすぎてるんで、ちょっと勝負行くのも面白いかもしれないですね。そこ邪魔、誰か邪魔しに行った時の目をね狙うのも面白いかと思います。逃げた3に7がしっかりくっついてって、はい、7-3 の可能性は低いですか？7-3の可能性は自分は抜けないと思いますね。大穴マークがあります今回。そうですね、これねさっき配分したら、これで 300% ぐらいになったんですけども、うん、374がさっきで 4.4、はいはいはい、で347で 35.1 あります。もうここ以外は結構穴ですね。ですね、はい、一番上のが、まあ、激張りしないと多分勝てない。そうですね。あとは何個か絶対当てたいじゃないですか。はい、絶対。だから37の245は絶対外せないと思います。うん、そうですね、はい、そうですね、はい、余ったお金を 穴目にこう、穴目のところは俺元返しでいいと思うんですよ。あ、うんうん、あ、はい、はいはい、うん、勝ちに行くのはその上の37の、まあ、245かなっていう。374どうします？切ります？変えます？それで全然変わってきますね、本命の。もう勝ってもしゃあないやろっていうとこですよね、374。まあそんなのないよ、だって30万買えば。その分、そこの30万を違うとこに割り振ったらえらいことになりますもんね。それは当たった時でしょ、当てたいんでしょ。いらない。おー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 おと。374は入れた方がいいと、うん、当たって終わりたいなら、うん、最後、まあそこの2択ですよ今回最後の最後の2択です。本命切って夢を追うのか、きっちり勝って終わるのか、うん、ちなみにその374入れて、はい、その374が普通に来た場合、だから30万入れたら120万になるから、はい、まあ60になる、はい、だから増えてます。 1.5 倍ずつに増えてます。いやびっくり、あと400円しかないよそっからかんなりましたね僕ら。
さっきまでの雰囲気と全然違う感じになってきた。最後なんか今日ちょっとね、ゆるいちょっとなんか楽しい競輪番組みたいな感じだったんですが、急にちょっと変わりましたね、雰囲気。ズーンとしてるわ、あのこの手汗かいてくる感じ。きたきた、懐かしい懐かしい。あったね、ちょっと前にあったね、ありましたね、これ ね、この感覚、ね、思い出しました、ね、うん、お尻の穴キューってなって、なんか目がうつろになってませんかって。大丈夫ですか。いや、もうね、60万円ですか。そうです。あ、まあ計60万ですね、はい。ちょっとここ緊張するな。先生が60万動かしてますでも先生は参考書を、良質な参考書を提示してくれたわけです、うん、僕らそれを見て、そこを参考にして、はい、まあ、回答したのは私ですからね、はい、だ3が1着にしてくれれば、まあちょっと、うん、ですね、まあまあまあ大丈夫だろうと。で2着が1247ですね。このレースの見どころは、もう3番が主導権取るときに1が邪魔しなくて逃げれればです、はい、もう3は大丈夫です。2022年、はい、初めてですね、ここまで手汗かくのいや、そうですね、ちょっとやっぱ60万ってすごいね。あの、現実味はないですよ、このデータ上でやってるんで。そうですね、はい、だけど前回に負けず劣らず、あのボードの時と同じような。そうです、はい、熱い勝負。もう体格見たら負けないし、ね、確かに強そうやな。3番なんか胸に一人だけなんか書いてません？スポンサーがついてますね。あ、3番の方だけ？はい。ああ、もう背負ってるもんが違うわ。違います。知らず知らず僕らも背負ってますからね、あの3番の選手は、知らないところで2択って書いてねえから二択協賛じゃないからね。頑張れー。一番後ろからスタート。そうですね、まあここは、はい、うん、定石通りの。ああ、もう決まってんのか、数分後には。おいおい、大丈夫です。こんなの正解ありますから、勝った中で、はい、唯一漏れたのは372、それだけ覚えておいてください。わかりました。ちょっと前受けが不安だ。あれあれあれ、なんかちょっとバラついてる感じしません？なんで前取っちゃうの？え、先生大丈夫ですよね。これだ、誰も出させないで突っ張っちゃうことするかもしれないですよ。もうそのまま。ちょっと待って、ドンキーコングがまずいことになってですか？ドンキー暴走してますドンキーはやっぱ後ろからドーンっていった方が持ち味出るのに。なんか前の方いますけど。そうですね、ピッ先生まあでも実力ありますもんね。あ、実力あるんです、はい、ないです、ないです。なんで前取るの？え、そんな、え、不安な声が聞こえてくるんだけど。大丈夫です、新たな試み。そうですね、新たな試みで。こっちの方が実は向いてる可能性もありますもんね。そうです、そうです。でも俺見えます。はい、3は天とゴンブドに繋がってます。うわ、やった。俺見えます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 。いや、もう3番、はい、出させないで踏んじゃうかもしれないです。ここでバーバーバーって、もう、おお、うわうわって言ってますけど、先生うわって言ってますけど、大丈夫でしょうか。もうこのままもう大丈夫です。このまま、ね、このまま行っちゃうんじゃないですか。行っちゃえばいいんです、ね、はい、それだけです。このまま行ったらもう3745なんで。大丈夫か、おい。このまま行ったらいいんですよ、もうこのまま。ちょっと早すぎ。これは、もうこのまま決まるよ。ねえ、逃げ切るよ。いや、風なんてものともしねえよ。いや、さすがにじゃねえ。野口なら大丈夫だ。頼む、残って、いけ、いや、お願いな。さあ、全速力だ。ねえ、そんな、いけ。誰も負けれない、絶対負けれない。誰もついてこれねえよ。7抜くなよ。ねえ、7、3だけはダメよ。7抜くなよ。ねえ、よし、踏み直せ。そこだけで、よし、よし、そこ、残った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 、いや、いや、残れ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 、ああ、マジか、375でいいじゃん。くー、ニプリン7だー。7か、7だ。いや、こんな差で60万円。
こんなさ、はい、なんか7番がちょっとマナー違反的なこととかしてたりとか、そのでなんかひっくり返順位がひっくり返るとか、あの結構突っ張り先行つって、はい、もう残り2周突っ張ってしまったことによってちょっと体力最後消耗しちゃった。それはさすがにですね。野口さんの先輩ですよね言ったら。そうですね。言っといてくださいと、ね、しっかり指導あった時には、はい、はい、もう平井さんと魚拓さんが期待して勝ってたよってペース配分を考えてくれと言ってますなんなら近藤君にも言っておきます。突っ張ってくれた時には残してあげてっていやうわー、七尾さんもね、さあ確定出ました。いやーレースの道中から嫌な予感ギンギンしてましたもんね。前取ると突っ張ると長い距離長くなっちゃうんで、うわ、刺される不安はちょっと怖かったです。7-3-5。まあでもあそこで残るのがさすがですけどね。すごいですね。すごいですけど、我々は何も残らず。400やる。最終やる。400やる。無理無理。あの当たっても嬉しくない。60万負けた後なんで。終わり？終わりだよ。この感じで。何もねえよ。何もねえ。お疲れ様でした。ボーナス100万円だから、これが逆だったら終わってねえから。いや、確かに これで外して、じゃあ冒頭で、ああ確かに、じゃないところが我々らしいというか、力かんなって燃え尽きて終わりと、はい、そう、はい、やれることやったじゃないですか。そうですね。もうこれちょっと3人で普通に競輪行こうリベンジしないと、うん、あ遊びで、遊びで、遊びでやりましょう。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。いただいて、はい、すいません、熱くなりました。力になれず、いやいや、あの先生いなかったら、あのわけわからん解明して普通に負けとったんで、はい、いい勝負できました。はい、はい、まあ、なんもない、はい、なんもないです。はい、さよなら。僕らは何もないです400円ずつ余りましたありがとうございました。振り返りのコーナーみたいです。何も振り返りたくないからな。いやでも実践結果まとめてくださってるんですけど、結局何回やったんですか。約1年間ですよね。1年間、はい、でも素晴らしい成績を残してます我々、はい、なんと実践全9回トータルでプラスの590枚。おお、プラスですよ。おお、素晴らしい。あのね、キャタピラなど覚えてますか、自分で言っててキャタピラとか地蔵とかもろもろいろいろありましたけど、その結果なんとプラスと。で、100万長者だけで言うとプラス約200万ちょっと、218万。そのままもらって終わりやがったな。お前ほんまやん。覚えてます、この実践のいろいろ一番印象に残った回とか。ゴーゴーピラミッド。え、1年間やって一番印象に残ったのゴーゴーピラミッドですか。売ったの多分10分15分やと思うんですけどいきなり当たってる。はい、いきなり当たりましたね。あと、よく見たらまあ変なんしか売ってない。これ全然メジャーどころ打ってないですね、僕ら。ないね。はい、それでよくここまで検討、大検討ですよ、大人気長寿番組として。だって熊本行って、はい、トキオデラックス、テンリー、ベルセルクですよ。近所で打てる熊本わざわざ飛行機乗って、まあ、でもいろんな大の勉強にもなったし、アグタクさんにもね、このやっぱうちの多分社内的に、はい、たくさんからいろいろ学んでこいみたいなことを言われて成長できたんじゃないでしょうか。キャタピラ、地蔵、ね、いろいろあったでしょう。はいあとなんか知恵の輪みたいなやつが思ったよりうまかったとか。あ、そうね。 あと異常に 50% 取るうまいとか、僕らが。ああそう、まあ、あれだってやらせじゃないもんね。マジなやつ、エースなしで本当に 50% に挑んで大体当たったっていう。そうです、そうです。でおかげさまで100万長者でもそれ繋がったということです、うん、はい。競輪ちょっともう一回やりたいな。面白いですね。ちゃんと詳しい人がいると。そうです、正直全然楽しみ方分かんなかったんですけど、うん、やっと楽しみ方が分かりました僕。そうですね、はい、それでも外すんだもんね。ね、難しい。あんなに知ってる人でも外すんだから、ね、それは普通にやったら当たらんわ。だから次に2択をやるときは、はい、DMM パスタイムじゃなくて、ほう、100万長者の方でやってもらって。100万長者の方で、はい、DMM、でも100万長者は DMM のやつだから DMM の中 の DMM パチタウン。ああ、はいはい、100万長者っていうセクションがあるでしょ。はい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 、そうですね。
そっちをやらせて。ぜひ、はい、得意なんで我々すぐ当てるんで、はい、2回当ててますからね、1年間で。そう考えると勝ち抜かせろって、その、まあ、勝った負けだで100万長者があって、はい、でその勝ち金で、棒とか手にか、はい、まあ、クズっすよね。そうですね、クズる、完全なクズルート結局1年間ジャペット勝ったことで我々はやはりクズでした。またあるかもしれないですか。金欲しかったな最後でもこういうのまたあるかもしれないって。金欲しかった。そう、あったら試しがないからね。まあ、でもこの最後のもしかしたら競輪が爆破にして、もう引く手はまた、また会いましょうで、あの会ったことがないその定石をぶち壊したいです。ああそうですね、 あったね次はあったね、二択2が。でもたまちゃんファクトリーって復活したんでしたっけもうすでにぶち壊してるたまちゃんがなんと復活したっていう。あ、復活したの。復活しましたよね。で二択が終わるんです。生き残ったのはたまちゃんだけです。いや、結局俺らのこう、はい、養分を吸って、はい、たまちゃんが復活して井上が元気になったってすごく元気あずかしたーって帰ってったんで、まあいいんじゃないですか。そうです、ね、人を幸せにしたくなるということで、たまちゃん頑張って、はい、またいつかお会いしましょう、はいはい、ありがとうございました。